ビラルデボスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカデベリンに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は2182人。住民故障は、男女同系のビラーデクセンス。カスティーリア語表記はビラーデボス。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.76%。ビラルデボスは、オーレンセ県の南東部に位置し、 コマルカでベリンに属する。北はカストレーロド、バル、リオス。西はベリンの各自治体と接し、東から南にかけてはポルトガルとの国境を形成する。ビラルデボスはベリン司法管轄区に属す。住民は12の教区の29の地区に居住する。この地域には古くから人々が定住していたことが、 ビラルデボス教区の古墳やカストロデ・フロルデレーなどの遺跡から伺うことができる。また、スペインとポルトガルの国境地帯にあるため、過去には両国の国家関係の影響を直接的に受けることもあった。1569年にはポルトガル軍がこの地に侵入、アグディーニャまで侵攻した。このことによってビラルデボスは多くの被害を受けた。旧体制下では、 モンテレーハクの支配権の下にあった。自治体市長は、ガリシア国民党のマヌエル・カルドーソ、ペレス、自治体表議員は、ガリシア国民党、6、ガリシア社会党、5となっている。ビラルデボスは12の教区に分けられる。ありがとうございます。